ミルリーフはアメリカで生まれ、イギリスで調教された競争馬1970年代初頭に活躍した。競争馬名は、アンティグアバーブルダのアンティグア島の近くにあるサンゴ礁から。タイムフォーム市による20世紀世界の平地競争馬トップ200では、第8位に選ばれている。ミルリーフは1968年2月23日。 アメリカ合衆国バージニア州にあるロークビー牧場で生まれた。この牧場はアメリカの富豪アンドリュー・メロンの妻が作った牧場で、息子のポール・メロンがこの牧場を利用してサラブレッド競争場の生産を行っていた。メロンは生産場をイギリスとアメリカで走らせていたが、スタッフとの競技の結果ミルリーフはイギリスのヤン・ボールディングの厩舎に預けられることになった。 2歳、自1970年5月、ミルリーフは、ソールズベリー競馬場で行われたシバゴハロンのレースに出走し、優勝。翌6月には、アスコット競馬場で行われた、コベントリーステークスを2着馬に8馬身のキサをつけて、優勝した。この時点で、ミルリーフは10年に1頭の逸材と評価されるようになった。7月には、メロンの移行により、 フランスに遠征し、ロベールパパン賞に出走したが、その年のフランス2歳4冠馬、マイスワローの前に、頭差の2着に敗れた。その後イギリスへ戻り、ジムクラックステークス、インペリアルプロデュースステークス、デューハーストステークスと短距離のレースを3連勝した。この年のシーズンは6戦5勝で、年間獲得賞金は、ヨーロッパの2歳馬としては、 史上最高額であった。ジョッキークラブが作成した2歳フリーハンデでは、マイスワローに次ぐ、第2位の評価を得た。第3位は、ミドルパークステークスを優勝するなど4戦4勝の、ブリガディア・ジェラードであった。3歳、実1971年、初戦のグリーナムステークスに勝利した、ミルリーフは5月にイギリスクラシック3冠第1戦の2戦ギニーに出走した。 ミルリーフは一番人気に支持され、二番人気が、マイスワロー、三番人気がブリガディア・ジェラードであった。レースでは逃げた、マイスワローをかわしたものの後方からレースを進めた、ブリガディア・ジェラードにかわされ、三馬審査の2着に敗れた。翌6月、ミルリーフは、イギリスクラシック3冠第2戦のダービーステークスに出走した。ブリガディア・ジェラードはこのレースには出走せず、 ミルリーフが一番人気に支持された。ミルリーフは、中段からレースを進め、残り1ハロンの地点で逃げたリンデントリーをかわし、そのままにバシンのキサをつけて優勝した。7月3日、メロンの移行により、エクリプスステークスに出走した。ミルリーフは、サンダウン競馬場、芝ューハロンのコースレコードを記録して優勝した。24日には、 キング・ジョージ6世・ロクセイクイーン・エリザベス・ステークスに出走し、2着馬に6馬身の喫茶をつけて優勝した。キング・ジョージ6世・ロクセイクイーン・エリザベス・ステークス、優勝後給与を取った、ミルリーフは10月にフランスに遠征し、外戦門賞に出走。ロンシャン競馬場、芝2400メートルのコースレコードを記録して優勝した。 この年のシーズンを6 0 5勝で終えた、ミルリーフは、ヨーロッパ年度代表馬に選出され、ジョッキークラブ作成のフリーハンデで首位に選ばれた。2 0 0ニーで、ミルリーフを破り6 0 6勝のブリガディア・ジェラードは2位であった。4歳、実1972年4月、パリに滞在中だったメロンの要望により、 ミルリーフはフランスに遠征しガネーショーに出走し、二着場に重馬身のキサをつけ優勝した。その後イギリスへ戻り6月にコロネーションカップに出走したが、ミルリーフの調子は思わしくなく、ホメリックの親毛を首差しのいで優勝した。レース後ウマインフルエンザにかかっていたことが判明した。ジニエはコロネーションカップの後、エクリプスステークスで、 ブリガディア・ジェラードと対戦させる予定であったが、一旦引いた熱が再発したため出走を回避した。陣営は目標を外戦門賞に置いて、体制を立て直すことにしたが8月30日、調教中に左前足の肝骨を骨折。本来であれば、予後不良になってもおかしくないほどの重傷であったが、小柄で足にかかる負担が小さかったことも幸いし、 アメリカから獣医師を招いて6時間に及ぶ手術を行った結果一命を取りやめた。その後6週間絶対安静とされながらもこれを乗り切って生還を果たし、普通に歩けるまでには回復したものの競争場引退を余儀なくされた。競争場を引退したミルリーフはイギリスのナショナルスタッドで種ボバとなり、総額200万ポンドのシンジケートが組まれた。 ミルリーフの種ボバ成績は良好で、1978年と1987年に、イギリスのリーディングサイヤーとなった。二度目のリーディングサイヤーは、死後に獲得したもので、ミルリーフは1986年に、心臓発作を起こして、安楽死させられた。遺体は、ナショナルスタッドの敷地内に埋葬された。シャーリー・ハイツや、マグニティウドなど、3区には、 種ボバとして成功した馬が複数いる。日本へはマグニチュードの他ミルジョージなどが輸入された。ありがとうございます。